海馬島は、北海道宗谷郡猿払村に属する島。二つの岩礁によって構成された無人島であり、浜尾西別漁港の北方に位置し、海岸から約 2km おきに存在する。トド岩とも呼ばれる。海馬島の近海は、船の遭難が多く、魔の暗礁とされており、1939年には、ソビエト連邦の船舶インディギルカ号が座礁し、沈没している。浜尾西別に建設された浜尾西別灯台には、海難を防ぐために、海馬島照射塔が併設されている。島周辺は、トドの回遊や上陸場として、重要な沿岸域であることから、生物多様性の観点から重要度の高い海域に、選定されている。1970年代、トドは、漁業者にとって、漁具を壊して、網の中の魚を食べる厄介な存在であり、海のギャング扱いされていた。このため冬場になると漁協から依頼されたハンターが、トドの駆除を行っており、1975年頃には、猿払村一帯で年間約100頭が仕留められていた。1980年代に行われた調査によると、当時の島は、道内で最も多くのトドが上陸する場所であり、多い時には150頭のトドが確認されていた。昔は400頭から500頭ものトドが島に集まっていたとの証言もある。しかし2006年の時点では、ほとんど見られなくなっているとされ、2014年刊行の猿払村史においても、この頃はあまりトドの姿も見られなくなったため、今では懐かしいという村民の言葉が記録されている。安政5年の調査記録である松浦武四郎の手控えでは、尾西別という地名について、沖に島があり、是に朝早くにても必ずより物があるというわけのよし、という語源説を記している。著書、西蝦夷日誌においても、沖に岩島があって、是朝より物が夕を早く見るぎより合詞との語源説を載せている。ただし、これが、海馬島を指しているのかは判然としない。1896年発行の北海道地形図では、海馬島が名称と共に記載されている。1898年刊行の日本水路誌には、海馬島について、2つの低岩によって構成され、南岩の最高標高は9フィートとしている。1909年刊行の大日本地名辞所属編では、尾西から1海里の距離に、海馬島があるとしている。1930年発行の海図では、トゥードゥ島と英字表記されている。1937年刊行の、北海道宗谷郡猿払村西洋欄では、海馬島として3つの島を描き大きい島の南に、小さな島を2つ記載している。日本の排他的経済水域の外縁を決める島の、一つであるが、無視の国境離島であったため2016年に国有財産台帳への搭載が行われた。ありがとうございます。